野崎チャンネル。さあ、ということで、侍ジャパン WBC2023 第1ラウンドプール B4 連勝で準々決勝進出でございます。ナイスゲーム。っていうかね、もう今日の日本対オーストラリア戦、今回一番安心感ある中で、まあ初めてね、大量得点で、先制して、そして、山本がしっかり抑えてピリつくこともないままにね、終わったから、正直ね、展開的によ、相手が強いとか弱いとかどうのじゃなくて、展開的に一番スンっていうようなね、試合展開でしたね。もうドキドキすることも、全くなかったですね。おっていうこともなかったですね。まあそれぐらい、素晴らしいゲームだったかなと。で、今大会、初めて日本が先行になるということでね、ビジターゲームなりましたけども、初回いきなりね、プレーボール直後ね、ヌートバーフォアボール、このね、全く振らないんだよね、選球眼よくね。ここは本当にね、低めの変化球さすがだなっていうね、ところで出塁して、で近藤がね、泳ぎながらもしっかりライト前ヒットにつなげて、あれ低め結構ね、いいところだったからね。で、ノーアウト一塁からね、待ちに待ったね、大谷さん、ビッグフライ大谷さんでね、ホームランね、初球カーブを空振りにして、だからね、もう一球それね、通用したから続けたんだけども、なんとね、一球目は低めにめちゃくちゃいいところ決まったけども、二球目がそれ以上に甘くなってね、若干ね、体勢は崩れたと思うけども、しっかりね、振って、自身の看板に直撃でございます。でね、スリーラン、これでもうほぼ試合がね、決まったって言っても、過言じゃないぐらいの非常に素晴らしいホームランだったし、今日のね、朝サンデージャポンに出演させていただいて、大谷選手、強いて言えば注文なんですかっていうところでね、強いて言えば注文、もうそろそろホームランが見たいっていうところでね、サンデージャポンで言いましたけども、なんと言ったすぐにね、ホームランが見れるっていうところでは本当にね、素晴らしかったし、今日のね、しかも試合前にね、大谷選手バッティング練習しなかったんだよね。だから今日来たね、お客さんね、大谷のバッティング練習が見えなかったっていうところでね、ちょっと不運だったけども、なんと今大会初のホームランを見れてね、一番超ラッキーっていうね。続いてね、2回ね、中野選手がレフト前ヒット、そして、中村選手の時にね、中野が盗塁してからの送りバントで、ワンアウト三塁になってからヌートバーのセンター前で、またヌートバーがまた盗塁して、で今度はね、ライトへタイムリーツーベースっていうところで、もうどんどんね、出塁して盗塁、出塁して盗塁、足も使いながらね、ツーベースでどんどん回していくっていうね、完璧な、試合展開。あとね、今日全体的に良かったのがね、やっぱりね、中村悠平完璧だった。バッティングもね、今日ね、レフト前に、ヒットも打ったけども、ね、追い込まれてもね、右打ちしながら、このね、2回の時もね、送りバントしっかり決めたけども、しっかりね、ボールも振らないでね、我慢して我慢してね、盗塁もしながらのバント。で、その後もね、レフト前ヒット打ったね、後のこの5回ね、岡本フォアボール、山田アウトになったけども、中野がフォアボールでワンアウト、1、2塁からね、3球でね、2ストライク追い込まれるんだけど、ワンボール、2ストライクから、こっからね、粘って粘ってボール球を振らないね、粘って粘って、んで最後ね、8球目にね、一塁線を抜けるね、ライトへのタイムリーヒットっていうね。で、その後もね、7回にも、これも7回もね、2ボール2ストライクから粘って粘って7球目をね、ライトへツーベースと、非常に、ね、今日猛打賞するんだけども、中村悠平今日マジ良かったね。追い込まれても右打ちしながらね、しかもヒットにもつなげる、バントで、チャンスメイクもするっていうところでは非常にね、良かった。で、やっぱりね、この韓国、チェコ、今日のオーストラリア戦と、やっぱりね、下位打線から上位へっていうこの流れがね、完璧なんだよね。で、今日もね、しっかりね、中野選手は4打数ね、1安打もう打ってるし、中村悠平選手3打数3安打っていうね、ところではこの下位から上位へっていうね、流れが非常にね、完璧に近い攻撃ができたっていうところも大きかったね。そして攻撃陣はね、きっちり5回で7得点して完璧な試合展開ね、先制から大量得点を取りながらコツコツね、毎回得点を取って、まあ、強いて言えばよ、強いて言えばコールドにして欲しかったっていうところはあるけどもね、まあね、オーストラリアの、リリーフ陣もね、良かったしね、そこはきっちり勝ち切ったっていうところで、よししましょう。で、そして続いてね、投手陣、先発ね、山本、4回60球、1安打8三振、無四球無失点と、完璧なピッチング、ストレートカット、スライダー、カーブ、フォークっていうところがね、本当にもう、WBC 級に不安全くなし、自分の思い通りに思ったところにクオリティの高いピッチングもしてるし、で、今年からね、足をあんまり上げないね、クイック的なね、感じで投げてるフォームも、昨年のね、足を上げて投げてるフォームも、
全くボールのねクオリティは変わらずに投げれてるっていうところで、本当にねもうあの進化が止まらないね、素晴らしいピッチングだったと思います。でその後ね、5回から2イニングね、高橋奎二2回28球1安打2三振とね、こちらも無四球無失点と、キャンプ練習試合とかでね若干ねボールがあんまりね馴染まなくてね、あの俺が見に行ったあの糸満での、ロッテ戦でもねホームランを打いながらちょっとね制球に苦しんでて何時でないなっていうところの不安はあったけども、もうねあの本人にも、聞いたけども、もうボールも馴染んで、まあ、まだ完璧とは言えないけども、もういい形でね仕上がってますっていうこともねコメントあの取材した時にね、言ってたしね、今回もねその言葉通りにね、クオリティの高いストレートねで変化球ともにもう完璧にね扱い切れてるっていうところでは、この WBC 球へのね不安は全くないんじゃないのかなっていうね、自分自身のクオリティの高いピッチングはねできたと思います。そしてその後ね、今回、初登板だった大勢投手ね、1回13球1安打1三振、無四球というところでね、こちらも、素晴らしいピッチングだったしね、湯浅投手もフォアボール1個は出したけどもね、あのいい形の角度になるボールを投げれてた。で、高橋宏投手ね、ホームランは打たれたけどもね、投げてるボールの質はね非常にいいと思うんで、まあここもね初のね、完封勝利かっていうところはあったけどもね、まあさすがにねオーストラリア代表も一矢報いるというところではね、打った瞬間ホームランの非常にね素晴らしいバッティングだったけども、まあね高橋宏投手も打たれたとはいえね、投げてる、ボールのクオリティっていうところはね非常に良、かったと思います。なので、ね、今回もね、山本高橋そして大勢、湯浅高橋ね、刑事ヒロトと、1,2,3,4,5 人のね、ピッチャーが投げましたけども、クオリティよく素晴らしい、ピッチングだったと思います。で続いてね、源田選手ね、骨折っていうね情報が出てね、ちょっとショッキングな感じだったけども、テーピングしっかりしてね今日ね守備練習とかしてたけど、まあもちろんね完璧とはまではいかないと思うけど、動きも良かったしスローイングもねしっかり投げれてたんで、まあ、このままね多分帯同していくんじゃないのかなっていうね、感じがします。まあねダイソーとかね、もしピンチバンターとかね、いろんな役割も果たすし、もしねここがね投げるところにそんなにね違和感なく今後ねできるようになればね、途中から守備とかもねひょっとしたらできるかもわかんないし、まあ、このままね選手交代なく行くんじゃないのかなっていう感じのね、情報もあったんで、まあ、そこら辺はね、まあ、ここからねまだ準々決勝までね時間も空くんで、しっかりね、ケアしながらっていうところはあるけども、今日元気にねプレー自体はできてたから、バッティング打つのはまだちょっとね厳しいかもわかんないけども、それでできるところではね非常にいい練習してたんで、ちょっとね一安心っていうところはねあるかなっていう。でそれにね変わった中野選手もね今日もヒットも打ったしね、走塁盗塁っていうところもあったし、若干ねスローイングでっていうところはね今日もちょっとショートもあったけども、まあ本人にね聞いたけども、やっぱりねセカンドの練習が今年からセカンドコンバートだから、セカンドの練習メインでしてたから、ちょっとねそこの景色の違いっていうか準備の仕方の違いでね若干戸惑いあるけども、昨日はねちょっと丁寧にやりすぎたっていうところがねあったって言ってたんで、まあそこら辺はね修正しながらしっかりね、戦いれたと思うし、三遊間のね、打球も、内野安打にはなったけどもね、取ってから早くね、投げようとする姿勢で投げれたボールっていうのもね良、かったしね、まあリクエストでもねチャレンジか、したけどもセーフになったけどもね、ああいうところもね細かいところもしっかりできてるんでね非常に良、かったんじゃないのかなと。で今日のね、試合前情報で言うとダルビッシュ選手もいたんでね、どう調子の方はいい感じで上がってきてるって言ったら、あ心配ないです大丈夫ですっていうね声も、あったし、中村選手にね取材した時も韓国戦の緊張感はすごかったんで、今日はもう落ち着いて、できるし準備もしっかりできたんで、一回出て慣れたっていうところも、あるんで今日は大丈夫ですって言ってたの。そしたらそのまんまのね猛打賞も打って、守備でもね山本高橋とかねこの5人の選手を巧みなリードもできたしね、試合前の言葉通りのねプレーだったんで非常に、素晴らしかったと思います。で村上選手もね、話した時に一本出たんでね、お一本出てよかったじゃんって言ったらね、いやこっから行きますよって言ってね、今日もレフトへねヒットも打ったし、まだね完璧とまではいかないけども、こういうヒットがね積み重ねて状態上がってきてるっていうところはねいいところだと思うしね、中野選手のね取材した時もその前ねコメント言ったし、今永選手もねストレートめっちゃ来てる早いねって、いやまあそのいい感じで来てるんでかなり順調に来てますっていうねあったしね、非常にチーム的にもねいい感じで、来てるっていうところもあるしね。で甲斐選手にも聞いたのね、チェコの
あのスイング鋭かったです結構って言って、あのいい感じでも振ってたんで、試合は結構大差になりましたけど、あの受けてていい選手多かったですみたいなね感じの声も来てたんで、そういった面でもね、選手たちもねちょっとずつでもね修正点をしながらね、あのこのメンタル的なこともあのだいぶ慣れてきたっていうところもあるからね、それで見事にねこの、第一リーグ、4連勝でねきっちりね1位通過っていうところは非常にね、素晴らしかったと思います。そして今ね、あのプール A がね大変なことになってて、今日今ねイタリアが勝ってんだけども、全チームがね2勝2敗で並ぶっていうねところだけども、これがねまずね、あの全チームが勝率で並んだ場合は、ね、あのまず一つ目が同率チームとの対戦成績で決まる。でも全チームが一緒でもう共栄みたいな感じで、こっちには勝ってるけどこっちには負けてる、このチームはこっちに勝ってて負けてるって言ってて、もうこれで決まらないと。で次何になるかっていうと、同率チームとの対戦でワンアウトあたりの失点数が少ないチームだから、同率のチーム内での少ないチームになってくると、これも全部共栄だから全部関わり合いがなってくるんだけども、一番やっぱり失点数が低いのはキューバだから、キューバが今ね、あのイタリア対オランダが7対1になってるから、このままいけばキューバが1位通過で、2位チームがイタリアになります。でこっからイタリアが負けたとしても、あ、オランダが4点ぐらい取るとオランダが2位になってくるんだけども、もう現状今もう9回表、あ、でもノーアウト1塁だからまだわかんない、まだわかんない。オランダが勝ったらオランダが1位でキューバが2位、オランダが負け、今のまま点数7対1のまま負けたら、キューバ1位、イタリア2位。で、オランダがあと4点取れば、オランダが2位になるかもしれない。あとパナマともね、あの、勝率の兼ね合いとかもあるんだけども、ちょっとこれ複雑。あの、これ終わってみなきゃわかんないんで、皆さんね、ニュースで見てください。こう、まあね、キューバがちょっと嫌だね。やっぱり、ロドリゲス、マルティエスって中日コンビとモイネロがいるからね。あの、まあ、どこと当たるかっていうところでも、まあ、頑張りだけど、あと大谷翔平選手がね、なんかエンゼルスの監督の情報によると、準決勝までしか投げさせないっていうね、オーダーが出てるっていう情報があるんで、ひょっとしたら、今度のね、日本での準々決勝のみ、大谷選手はね、準決勝、決勝は大谷選手は投げないっていう可能性もあるね。そうなってくると、俺はやっぱりね、準々決勝大谷、準決勝ダルビッシュ、で、決勝山本由伸。で、ここの大谷、今中でね、今中で左状態からね、大谷今中でね準々決勝行って、準決勝はダルビッシュね、っていうところで行くのがね順調で、これはいいんじゃないのかなっていうねところあるんでね、まあでもね、何はともかくね、こう4連勝でね、第1次ラウンド突破したっていうのもね非常に素晴らしいしね、ナイスゲームっていうところでね、まあちょっと休息を得てね、準々決勝頑張っていきましょうね、世界一目指して皆さんもね応援していきましょう。ということで今日はね、日本対オーストラリア7対1で日本の勝利、山本投手ナイスピッチング、バッティングはね大谷選手のねナイスホームラン、そして中村選手つなぎのバッティング最高でしたね、結果は7対1日本勝ちました、頑張れ日本世界一へ、それではまた。